早く行こう、寒いって。今日の練習はいつも通り最高でしたよ。前も言えよ。充実した練習、あ、いた、練習をしました。なんでそんな自分だけかっこよく映ろうとするんですか。透かしてるからね、トミさん。ちょっと見せてない、落ち着いた感じ出してね。落ち着いてるじゃん。ほんまはお茶目やのにね。トミさんのギャップその1、寂しがり屋。俺部屋横なんですけど、また飯行くとき誘ってって言ってくるっす。俺の相方がいるんだよ、部屋に。別の部屋で多分ゲームしてたり。いや、トミさんにビビってっす。あいつがさ、20も20とだっけ、なんていうの、なんか2時間あったらなんか寝たいとか言ってたけど、あいつずっと寝てるからね。鈍れんの合間も昼寝していびきかいてるからね。俺がプレゼントした、あ、耳栓はどうですか。耳栓トミ君買ってもらったらしくて。耳栓はどうですか。耳栓マジで寝れてる今、マジで本当ありがとう。はい、寝れないって言ってたんで。優しい後輩が。ヤマトっすね。ヤマトはとにかくうるさいんですよね、いつも。てか俺が喋るの、好きやからいいんですけど、やっぱ静かになりたい時あるじゃないですか。 あるんですよ俺も一応ね。いや、ちょっとねあるんですよ。音楽聴いてイヤホンしてちょっと一人のモード入ろうってしてても、あいつイヤホン越しに喋りかけてくるんで、ちょっと一人になれないっす。あいつだって一生喋ってるもん。あいつ俺が止めないと喋り続けるんで。
ちょっと前向け、はい、ここまでどうすかキャンプ。めちゃくちゃ順調です。順調です。怪我もなく全部セレやん。かわいい、全部セレやん。かわいいっすね。面白いっすよ。面白いっすよ。メニューが豊富。パイセンが手本見してくれてるんで。誰誰。パイセンっす。トミーパイセン。お前もっとリスペクトしろ。パイセンを。お前ら。パイセン。パイセンが体を張ってみんなに教えてくれてるんで。俺が1回デモやるからさ、1回分多くなるんですよ。パイセン1セット多くやってるんで。最年長だぞ。ことは俺の7個下だからね。そうっす。俺が小1の時中1っす、トミさん。そう考えるとすごいね。セレなんて14個下だから、ね、やべえやん、14個下は。セレ好きっすよ。トミさんね、結局めちゃめちゃ後輩思いで面倒見いいっすよ。いいねいいねいいね。あ、でも株上げてしまってる。いやいやいや、あー、ちょうだいちょうだい。このままだしょ、もうすごい。ちょうだいちょうだい。優しさが顔に出てる。優しい。でもね、コタね、怒るとすぐ分かるんだよ。あー、そんな言ってダメです。ほっぺたがぷくーってなる。間違いない、顔に出やすいから。どうぞ。コタ、いいよ、最後締めて。いや、俺、じゃあ俺先行きます。先じゃないんだ。いいんだよ、もう締めるの。最初とかじゃないから。え、どういうこと？最初で最後。順番じゃないんですか、これ。違う違う違う。あ、俺が言っちゃっていいんですか。怪我なく頑張りましょう。イエーイ。え？バイバイ。せーの、チャンネル登録をお願いします。